今回紹介する文献は、日本語学習者の作文における、語用タイプの階層的アノテーションに基づく機械学習による、自動分類です。自然言語処理研究室の井岡が発表いたします。まず、本論文の概要を説明します。はじめに語用タイプの分類にあたって、ナイスト語用コーパスを作成して、そのコーパスを用いてその実用に耐える適合率、8割以上っていうふうにあるんですけども、の実現っていうのを目指しています。で、次にその語用タイプにその階層構造っていうものを、用いることで、分類、精度が向上できるっていうことと、あと編集距離と、置換確率っていうものを組成として用いて、その同様にその精度を向上できるっていうふうになっています。で、この研究の背景を説明します。最近その言語学習者コーパスっていうものが広く、用いられるように、言語教育の研究に、用いられるようになってきています。で、その他にもランゲートと呼ばれるようなウェブ上の言語学習アプリケーションっていうものが登場して、そこで膨大な数の、言語学習者コーパスっていうものが集められるようになってきています。で、その日本語教育の現場でその学習者の、作文っていうのがいっぱいあるんですけれども、その作文の中で、正しい文もあるんですけど、間違えた文、日本語として特に日本語だと、日本語としておかしい文であったりとかっていうのが、あるんですけれども、そこに出てくるその語用、誤ったその言葉の使い方っていうものを、その種類タイプ別に分けて、そのまた教育にまたフィードバックして戻していくっていうしたいっていう、需要があります。ただし、そういうその言語学習者コーパスっていうのが結構大規模になっているので、それを全て人の手で分類していくっていうのが大変な作業になっています。ですので、その分類っていうのがをその機械学習であって自動で分類しようっていうのが、この研究で目指しているところです。で、次にそのナイスト語用コーパスというものを説明します。ナイスト語用コーパスっていうのは、その日本国立国語研究所っていうところが、提供している作文対訳データベースにタグ付けを行ったものになっています。で、その作文対訳データベースには、添削が行われているんですけども、その添削自体は変えずに、その誤った、語用が、どういう種類であるかっていうタグを、アノテーションしていくのみっていうふうになっています。で、その語用のタイプ、語用の種類タイプっていうのを、76種類に分けて、でかつそれを、階層的に定義していくっていう。で、その階層的 その第、1階層は、23層で、うち、17層を使用するっていう感じになっています。で、その語用タグのアノテーションっていうのは具体的にどんなものなのかっていうのを説明します。で、ここにある例文だと、それで毎日外国の援助がいりますっていう文章で、その毎日っていうのが、おかしいっていうことで、常にしたいっていうふうにここにはなってるんですけども、その誤用箇所にその誤用っていうタグをつけて、その誤用タグの中のその CRR 属性に、その正しい本来の正しい、正しくするとこうなるっていうのを、属性で指定して、またそのどういうふうに間違えているかっていうのをタイプ属性で、指定するっていったふうにアノテーションを行います。で、次にその誤用タイプの分類っていうのを説明します。この左のあるように、その階層的にその誤用タイプが分類されているんですけども、そのまず第一層、一段階でその何かが不足しているであるとか、何かが余分、余剰であるとか、あと何かをここは置き換えないといけないっていったふうにの3つに分類して、その中でも特にその置換の部分では、その文法的に、おかしいっていうか、またはその語彙的におかしいっていうふうに分類します。で、またその2つそれぞれで、また中で細かい分類っていうのを行っていきます。で、これの実験方法、この実験方法なんですけれども、
そうナイスト御用コーパスには、ま、あの13,152 事例あるんですけども、これをあの10分割交差検定というものを行います。10分割交差検定というのはその元の事例を、まあ、今回10分割なんで、まあ、10個に分割して、まあ、そのうちの10個に分割したうちの1つを、まあ、テストデータに使用して、まあ、残りの9個を、まあ、訓練データに使用するといった方な、いうふうな、まあ、使い方をするっていう、まあ、ことです。で、一文に、まあ、誤用が必ずしも1つとは限らなくて、まあ、2つ以上ある場合があるんですけれども、その場合はその誤用1つにつき、まあ、1事例としてカウントするというふうにします。で、その誤用タイプっていうのは先ほどは、まあ、階層構造で示したんですけれども、あのさっきのように階層構造にするんじゃなくて、まあ、全部、まあ、の平面にその列挙するといった方法というのを両方を試して、まあ、実験を行います。でその実験の流れなんですけれども、その文章の中のその誤用箇所と、まあ、正用箇所、まあ、正しい場所ですね、正しくするとそうなるっていう、まあ、正しい箇所と、まあ、あとその誤用タイプの、まあ、3組を取り出して、その各事例ごとにその組成というものを付与します。でその組成とそのラベル先ほどと使って、まあ、最大エントロピー法というものを用いてタクラス 分類を行います。でその最大エントロピー法というのはその事例がそのあるラベルを、まあ、持つ確率がどれぐらいなのかっていうのを、まあ、導くことで分類を行う方法です。でそのさっき説明に出てきた組成っていうものを通じて説明します。ここでいう組成っていうのはあのさ誤用箇所と、まあ、正しい、まあ、正用箇所っていうふうなとか、あと、まあ、ここにいっぱいあるんですけども、まあ、こういうものを使って、まあ、分類を行うっていうのです。でこの上部分にあるのがそのベースラインの、まあ、組成で、この2つにあるのが、まあ、拡張組成っていうことで、この2つがある時とない時で、まあ、どのようにその性能が変化するかっていうのを比較します。でここにあるまあ、下にある拡張組成の中で編集距離っていうのと、まあ、置換確率っていうのがあるんですけども、この2つについて説明します。まず最初に、まあ、編集距離について説明します。まあ、編集距離っていうのはその2つの文字列があった時にそれがどれぐらい違う文字列なのかっていうのを表す、まあ、数字になりまして、で、まあ、2つの文字列のうちその片方の文字列のに、まあ、1文字、まあ、文字をまあ、挿入したり削除したり置換したりっていうのを、まあ、最初何回行えば、まあ、そのもう一つの文字列になるのかっていう、まあ、そういう、まあ、値です。今ここに、まあ、例があるんですけれども、この2つの単語はその1回、まあ、文字の置換を行って、そうですね、その文字の置換を行って、あ、2回置換を行ってで、まあ、1回追加を行う、あ、挿入を行うっていうので、まあ、3回、最初3回で、まあその文字列がその大きかその文字列がその遷移できるので、まあ、編集距離は3っていうふうにして、まあ、文字列の違いのを大きさとして表します。で次に、まあ、置換確率について説明します。で置換確率、まあ、ここで言う置換確率っていうのはその誤用置換確率っていうのと、まあ、正用置換確率っていうのがあるんですけども、その、まあ、誤用置換確率っていうのがその誤用っていうのがどのように訂正されているかっていうのを、まあ表す確率で、まあ、この下の式で言うと、この下の式で例を出すと、その何々その文章の中で「を」っていうのが間違えているとした時に、その「を」って間違えたとした時にそれが「を」が「が」に、まあ、直される確率っていうのが表す、まあ、その確率っていうのが、まあ、その誤用置換確率です。でまあ、これはまあ、このように置き換える、あのこのように式変形することができます。で逆にその正用置換確率っていうのがその先ほどと逆で、その正用文っていうのが、正用っていうのはどのようなそのあの誤用から訂正されて生まれているのかっていうのを表す確率で、これだと何か誤った文があってそれが直した結果ハになっているとすると、じゃあその元は 何を直してハになったのかっていう考えて、例えばそのハだとすると、そのハに直したとしたときに元のその文字がガだった確率、ガである確率っていうのが、まあ、ここでいう正用置換確率です。でこの2つの確率を用いて、あの
組成として用いると、まあ、どういう性能の変化があるかっていうのを見ていきます。で、この誤用置換確率と正用置換確率っていうのはもうあらかじめそのあらゆるペアに対して求めるんですけれども、そのこの実験においてはそのランゲートという先ほどあの紹介したサイトから、まあ、抽出してその置換確率それぞれの置換確率っていうのを求めています。で実際にじゃあその分類をしたときに、まあ、どういうふうに評価をするかっていう、まあ、評価尺度について説明します。で評価尺度は、まあ、最終的にはこの F 値一番下には F 値っても使うんですけれども、まあ、その間にあるその式に出てくる、まあ、適合率と再現率について説明します。まあ、再現率っていうのがそのそれぞれ、まあ いろいろ誤用タイプがあるんですけれども、その一つ一つに対して一つずつについてその全体の事例の中でその、まあ、その誤用タイプにおいて、まあ、そのどれだけ正しく分類が行われているかを表す、まあ、割合です。で適合率っていうのはその分類器で分類した結果っていうのを分母にとって分離した結果の数っていうのを分母にとって、その分離した結果それがその中のどれだけの割合が正しいかっていうのを表すのが適合率です。でその再現率と適合率っていうのが、まあ、これで求まるんですけども、その2つの、まあ、調和平均っていうのを用いてF 値が求まります。でその調和平均、まあ、こういう式で定義されます。でこの F 値を使ったその実験結果っていうのを説明します。まずその階層構造っていうのを用いた場合と用いなかった場合っていうのを比較します。でその上にある W1、W2、W3 っていうのがその、まあ、誤用の単語のその前後1文字前後1単語を使った場合がその W1 で、まあ、前後2単語を使った場合は W2 でっていうふうになっています。でこの下一番下にあるそのマクロ平均っていうのがそのまあ、それぞれのその W1、W3 に対する単純な平均を取ったものがその一番下のマクロ平均になります。でこれは F 値で、さっき説明したあれなんですけども、その数字が大きいほど、まあ、100に近い方いいんですけども、その階層構造がない場合とある場合で それぞれの中でその一番大きい値、例えば階層構造なしの中で、まあ、一番良かった例というのは 49.6% なんですけども、それが階層構造を用いた場合のにその 62.4% になるというので、まあ、12.8 ポイント、まあ、精度が向上したっていう結果が得られました。でその他にもこの P とか、まあ、SEM っていうのがそのそれぞれ助詞とかを、まあ、アルファベットで合わせてるんですけども、その階層構造がない場合その 80% を超えているのがそのこの P って書かれている助詞とそのOM って書かれているその不足、まあ、不足何か足りない不足ですね。で、AD って書かれている、まあ、余剰なんですけども、この3つが 80% を超えているんですけども、その階層構造を用いた場合、さらに、まあ、この3つ、これとこれとこれのこの3つが、その、まあ、一番上から言うと語彙選択っていう、まあ、SEM が語彙選択で、その V が動詞、で、そのこれが、DEM が、まあ指示詞なんですけども、この新たにこの3つが 80% を超えるようになっているということで、まあ、確かに階層構造を用いることで、まあ、性能が向上していることが分かります。ただし、この OM っていう不足っていうのとその AD っていうその余剰はその階層構造にすることで逆に確率精度が落ちているっていうことが分かると思います。これは、まあ、先ほどの階層構造を思い出していただいたんですけども、その階層構造の中で不足と余剰っていうのはその最初の3つに分かれる中のその、まあ、3つのうちの2つなんですけども、その事例の数っていうのを考えた時にその置換の事例の数っていうのが明らかにその他の不足や余剰に対して多くて、多いってことはその分類した時に多くの場合はその置換に分類されるっていうことになるので、その不足と余剰でのその性能は低下してしまうっていう原因になっていると考えられています。で、次に編集距離と置換確率を組成
として用いた時に、まあ、性能がどう変化するかについて説明します。で、まあ、この全ての値は全てこの先ほどの階層構造を用いた上でその編集距離と置換確率というのを用いるか用いないかっていうのになっています。でこの一番左にあるその BL っていうのがまあベースラインで、その一つ、まあ、右にある BL プラスエディットっていうのがその編集距離を組成に用いた場合で、その隣のがその置換確率を用いた場合で、まあ、オールっていうのがその編集距離とその置換確率の両方を用いた場合の結果です。でその編集距離を用いた場合はその 4.1% 4.1 ポイント性能が向上しているっていうふうになっています。で、まあ、同じくその置換確率を用いると 3.4 ポイント増加で、その両方使うと6ポイント増加っていうふうになっています。で今度その先ほど説明したその階層ごとで、まあ、どういう性能の向上があるかっていうのを見ると、まあ、それも先ほどと同じようにその編集距離を用いた場合ベースラインに比べて編集距離を用いると増えて、その置換確率を用いた場合でも増えて、で、まあ、両方使うとまあさらに増えるっていう結果、まあ、先ほどと同じような結果が得られていることが分かります。でここからはまあ考察に入るんですけれども、その組成としてその編集距離を用いた場合、まあ、どういう、まあ、ふうに性能が向上するかについて説明します。でその最初に語彙選択の語用では、その漢字の、まあ、語用から、まあ、漢字の声用っていうふうな、変化、語用、その漢字の語彙から、まあ、漢字の語彙に、まあ、その修正しないといけないっていう、まあ、時の場合に、まあ、その性能が増加、性能が向上して、またそれ以外にも、まあ、ひらがなや漢字から、ひらがなやカタカナから漢字にっていう場合でも、まあ、性能が向上しているっていうことが分かっています。で、その表記の誤用、まあ、表記の種類、表記がおかしいっていう、まあ、誤用については、そのひらがなから漢字の場合に、まあ、性能が向上しているっていうので、まあ、余剰の場合は、文字列数が長ければ長い、より長いものがいらなくなるっていう時に、まあ、正しく動作して、まあ、性能が向上しているっていうふうになりました。次にその組成として置換確率を用いた場合について説明します。で、その、まあ、性能向上として挙げられる例が、まあ、動詞と不足っていう、まあ、誤用があるんですけども、その動詞の場合っていうのがまあ、なぜ向上するかっていうので、その動詞っていうのが、まあ、文末に来ることが、まあ、結構な頻度で出てくるっていうので、その文末なんで、そのなんとかデスマス体とかダーデアル体っていう、まあ、文体の誤用と、まあ、間違えられやすい動詞っていうのは、その間違えられやすい誤用としてなっていて、それが、まあ、置換確率で編集距離だけだと分かんないのでですけども、まあ、置換確率を用いるとそれがうまく、まあ、性能が向上できたっていうふうになりました。あと、まあ、不足については、その不足っていうのが助詞が不足しているのであれば、まあ、その誤用っていうのは助詞に分類されるんですけれども、まあ、不足っていうのは、まあ、助詞じゃない何か不足しているっていう、まあ、分類なんで、その不足しているのが何かっていうのを、まあ、その確認するときに、その置換確率じゃないとそういうのが分からないっていうので、まあ、置換確率を用いると性能が向上するっていう結果になりました。で次に、その誤用のタイプを、まあ、識別するときに、その前後、まあ、一単語とか二単語とかっていう、その使う単語の長さっていうのが性能に影響するのかっていう、まあ、考察も行っています。で、まあ、結果から、先ほどの結果ちょっとあれなんですけども、その先ほどの結果を見てると、その長くしたからといって、まあ、性能が上がっているわけではないっていうのが分かっています。まあ、これは何でなのかっていうのを、まあ、考察した結果として、そのそもそも、まあ、文脈、その前後の文脈の情報っていうのが、そもそも誤用タイプ、まあ、分類するでいらない情報っていう可能性が、まあ、あるのと、
あとその誤用部分の周辺っていうのはそもそも形態素解析がまあうまくいかない、まあ、間違えてるんで、そもそも日本語あの文章として間違えてるんで、まあ、形態素解析はうまくいかないだったりとか、あとまあ言語学習者が書いたまあ文なんで、まあ、形態素解析がまあ難しいっていう、まあ、これらの理由より、まあ、その文脈調っていうのがまあ性能に関係しないまあ理由として考えています。で、まあ、こちらがまとめになります。日本語学習者、まあの、語用タグ付きコーパスとして、まあ、ナイスと語用コーパスの作成っていうのを行っています。またそのコーパスにおいてその語用タイプ分類っていうのを、まあ、階層構造にするかしないかで、あ、することでその性能が向上しているっていうのが分かっています。分かりました。で、またその組成として編集距離と置換確率を使うことで、まあ、分類性能が上がったっていうのが、まあ、分かりました。で、最後にその語用タイプ、まあ、自動分類っていうのを、まあ、実用的な、まあ、8割っていう、まあ、精度を、まあ、達成できているっていうふうになりました。以上で発表を終わります。